欧州宇宙機関、欧州宇宙機関、欧州宇宙機関、アセ、イーサは、1975年5月30日に、ヨーロッパ各国が共同で設立した宇宙開発研究機関である。設立参加国は、当初10カ国、現在は19カ国が参加し、2000人を超えるスタッフがいる。本部はフランスに置かれ、 その活動でもフランス国立宇宙センター c n e s が重要な役割を果たし、ドイツ・イタリアがそれに次ぐ地位を占める。主な社長としてフランス領ギアナのギアナ宇宙センターを用いている。人工衛星打ち上げロケットのアリアンシリーズを開発し、アリアンスペース社商用投げを実施を通じて世界の民間衛星打ち上げ実績を述場している。2010年には 契約残数ベースで過去に宇宙開発などで存在感を放ったソビエト連邦の後継国のロシア、スペースシャトル、デルタ、アトラスといった有力な打ち上げ手段を持つアメリカに匹敵するエアを占めるに及び2014年には受注数ベースで60%のシェアを占めるに至った。イーサは欧州連合と密接な協力関係を有しているが欧州連合の専門機関ではない。 加盟各国の主権を制限する超国家機関ではなく、加盟国の裁量が大きい政府間機構として形成された。リスボン条約によって修正された欧州連合の機能に関する条約の第189条第3項では、欧州連合は欧州宇宙機関との間にあらゆる適切な関係を築くと規定されている。西欧諸国では当初は個々の国、 特にイギリスやフランスで独自に宇宙開発を行っていたが、それでは米ソの熾烈な競争から生まれる成果に対抗できないため欧州共同の開発計画が組織された。まず1964年に欧州ロケット開発機構ヨーロピアンランチャーデベロップメントオーガニゼーションエルドを設立し、打ち上げロケットヨーロッパ1及びヨーロッパ2開発を進めるが難航した。 また、欧州宇宙研究機構、ヨーロピアンスペースリサーチオーガニゼーション、ESRO では、打ち上げはアメリカに依頼することで、探査機や人工衛星の研究開発を行っていた。しかし、より効果的な宇宙開発計画の実現を目指して、1975年、欧州各国は ESA を設立するとともに、新しい打ち上げロケットとして、アリアンの開発を推進し、 1979年にアリアン1ロケット発の打ち上げに成功、以後アリアンスペースを設立して打ち上げビジネスに参入し、アリアン2、アリアン3、アリアン4、アリアン5を開発した。また人工衛星による地球観測や惑星など太陽系内の天体観測のための探査機の研究開発にも力を入れ、アメリカ航空宇宙局。 NASA との共同研究も行っている。ESA は、有人宇宙船を有しておらず、有人宇宙飛行を行っていない。1970年代より、スペースシャトルのような再利用な蒸気を検討し、1987年からは、エルメスを計画した。1995年収益を目指し、エルメスダーゲにも利用できるアリアン5も開発した。しかし、冷戦の終結や、 開発費用の問題により、エルメスはキャンセルされた。2000年代には CSTS による輸送も検討されたが、これも中止されている。国際宇宙ステーションへの有人宇宙飛行には、スペースシャトルやソユーズを利用して参加している。主力のアリアンを補完する中、小型衛星用の打ち上げシステムとして、定期同様のベガの開発も行い2012年から運用を開始した。 2000年に、ポルトガルが15カ国目として、参加。2005年3月に、ギリシャが16カ国目として、参加。2005年6月に、ルクセンブルクが17カ国目として、参加。2008年11月に、チェコが18カ国目として、参加。2011年12月に、ルーマニアが19カ国目として、参加。2012年9月に、ポーランドが20カ国目として参加。 上記以外にハンガリーとスロベニア、エストニア、エストニアは2015年2月4日に加盟文書に署名、手続きが終了すれば21カ国目の参加国になる。予定、ラトビアが参加予定の協力国、ペックス、プランフォーヨーロピアンクーパーティングステートとして加わり、キプロス、トルコ、ウクライナが協力協定に調印している。またカナダは1979年から、 特別協力国の地位を持つ。カナダ宇宙庁は ESA の意思決定に参画している。ESA の予算は2005年度は29億7700万ユーロ、2006年は29億400万ユーロであった。ESA の予算の大部分はロケットの開発である22%の予算がロケットに継ぎ込まれており、有人飛行が次に多い。 2005年は負担額の大きい参加国が全体の3分の2を負担しており、その内訳はフランス29.3%、ドイツ22.7%、イタリア14.2%である。予算は加盟国の GDP 比に基づいて義務的に支出する予算と、加盟国が自らの意思で各プログラムへの参加、不参加を決め、拠出額を決める。 選択的予算の日本立てとなっている。加盟国が拠出した額に応じて、その加盟国に拠点を置く企業に契約を配分するという地理的均衡配分、フェアリターンの原則が貫かれている。義務的予算は ESA の事務経費や設備維持、科学探査計画に充当され、選択的予算はロケットや衛星の開発に充当される。 選択的予算の拠出額の大きい国が計画の主導権を握り、自国の負担した予算が自国の宇宙産業を発展する仕組みになっている。これまではこの方法が機能していたものの、打ち上げ費用の安価なロシアやインドの構成や、スペース X の参入のように近年の層の激化により、従来の方法では意思決定に時間を要し、各国の利害調整が必要なため、 見直しの意見も出ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。